炭酸は、シソカアキギリ属の植物、およびその根を生成した、小薬名である。炭は朱色を意味し、酸も、薬用人参のような赤い根っこを意味する。ウコギウ科の薬用人参や、野菜の人参とは、全く関係がなく、草花として親しまれているサルビアや、キッチンハーブのー児と同じシソカアキギリ属の植物で、ある。中国に分布する、耐寒性の宿根草で、 草丈は30から80センチメートルくらいになる。茎は角張っていて、葉は単葉で、有毛、巨種がある。花は、初夏から秋にかけて咲き、2センチメートルほどの藍色の、神経花が数輪から十数輪創上果樹を作る。中国原産であるため、中国で一番古い木薬の書き物である。新農本草業にも掲載されているが、日本で主に行われている。 古法派の漢方ではあまり用いられていない。時代が下るに従いよく用いられる傾向があり、死の道と呼ばれていた月経不順や肝臓病、胸痛、腹痛などに用いられる。また、心筋拘束、狭心症の特効薬として中国で近年よく用いられる、関心通法の主役として用いられている。炭酸には次の薬理作用があることが確認されている。 血管拡張、血流増加、血圧効果、高血栓、血液粘度低下、動脈効果の予防、改善、抗酸化、鎮痛、抗炎症、抗菌、精神安定。ありがとうございます。